タカさん。もうちょっとで、もう1万8000本になったかな、僕。どうなんだちょっと、1万8000本超えたかな。1万8400本一般公開してる。僕からアドバイスするならば <laughs>。まあ、あの、コンサルでもお伝えしましたけども、まあ、検証期間は短すぎますよね。うん。こんだけ僕動画アップしていろいろ検証してて <laughs>。やっぱまあ、100本もないので、うん、まあ、これはね、あの、メルマ、僕は、 あの言われたのがメルマガのステップメールとかのテストに関しても最低でも100リストぐらいないとそデータとなんないよねっていうのは言われたことがあって YouTube に関しても僕はまあ1万本で0みたいな基準なんであれだまあそ,その基準は別にいいんですけどまあまあ,あの検証期間はちょっと短いかなっていうところですねうんであとはブロック的にはここは,ないここはちょっと微妙ですね うん、どこの誰かもわからない発信だったらアクセスが全く集まらない。うん、どこの誰かもわからない発信いや。僕もそうですよ <laughs> え。僕もそうじゃないですか。どこの誰だかわかんなくないですか。ご近所さんですか会社の同僚ですかネットで僕はタカさんと一度も、タカさんと一度も直接お会いしたことないですよ。<laughs> どこの誰だかは誰やねんって話じゃないですか。 まあ僕、動画送ってますけど、僕、タカさんと一度も会ってないですよ。大丈夫ですか <laughs> 全く会ってないですよ。うん。だから、これは別にどうでもいいと思いますけどね。どこの誰だかわからない人が買うんで。だどこの誰かがわからなくても、売らないといけないので。 うんだから、どこの誰だか分からないけれども、アクセスを集めていかないといけないですよね。集まらないじゃなくて、集めていかないといけないですよ。うん。だから、それは、なんだろう、他の YouTuber も全員そうじゃないですか。最初、どこの誰だか分かんないですよ。例えば、ヒカキンさんの事例で言うならば、スパどっかの,スー,パーのバイスーパーでバイトしてる人ですよ。どこの誰だか分かんないスーパーでバイトしてる人だったわけじゃないですか。今は分かりますよ。 で昔はどこの誰でもわかんないわけじゃないですか。スーパーのバイトしてたんですよ。みんなそうじゃないですか。うん。みんなそうですよ。みんな。みんなどこの誰だかわかんない人でした、最初。その中で、どうやったらアクセスが集まるのかっていうところをやって、あの、やって改善していくわけじゃないですか。うん。だから、なんだろうな。あの、 結論、その名言の方がまあビッグネームがあるんでアクセスを集めやすいのはもちろんあるんだけどもうんまあこの前もお話ししましたけどやっぱ入り口と出口は一緒の方がいいっちゃいいな、それは決まってるわけじゃないですかうんだから、やっぱここのマインドブロックは外しといた方がいいと思いますようんここのマインドブロックを外しとかないといつになっても 多分入り口と出口を貫通させることは難しいかなと思いますね。そっちの方が売りやすいことは分かるわけじゃないですか。だからその、結局その、なんだ、えー、他人の名前を借りてでしかアクセスを集められないっていうことになっちゃうので、別にそれはそれでもいい悪くはないんですよ。悪くはないんだけど、自分で商品を売っていく、広告ビジネスだったらですよ。広告ビジネスだったら、さらためさんみたいにビッグ本もね、あのこう出してって、 でで、えー、広告収入を得るるっていいうモデルもあるわけじゃないですかただ、コンテンツビジネス、自分の商品をこう売っていくっていうことであるならば、やっぱどっかのタイミングで、あのー、自分発信っていうのは絶対必要です。絶対に。だって、あなたから買うわけじゃないですか。ですよね。うん。じゃあ、これをやってる人ってどんな人なんだろう。で、自分の考え方とか、自分の、まあそ、それでフックで釣って、自分の、 この人って誰なんだろうっていう誰を作っていかないといけないですよね。だからそのコンテンツも必要です。うん、まあ、あのー、コンテンツビジネスやっていくんだったらね、誰が誰から買うのかっていう、その誰をしっかりと相手に示さないといけないですから。うん。はい。まあ、ということで、あのー、全然いいと思いますので、ただ、ブロックとしてはこれは良くないと思うんで。うん みんなどこの誰なのかわかんないんで、全くアクセスが集まらない。で、これ全くアクセスが集まらないって前回も検証期間そんなの多分あんまないと思うんで。僕、僕、すいません。僕の基準から言うと、全然検証期間少ないと思うんで。だから今やってるやつに関しては、これぐらいの検証期間でもある程度データ集まるじゃないですか。で、なんでかっていうと、それはビッグネーム借りてるからですよね。うん。はい。まあ、とりあえず、あのー、 頑張ってください。はい。うん。マインドブロックはどんどん外していってくださいね。誰にならないとダメですからね。はい。ということで、またよろしくお願いします。では。